はいどうも、こんにちは。J リーグにわかサポーターの良平です。今回は、暑い。いや、本当に暑い。J2 の話題を中心にお話ししていきます。開幕前から今シーズンの J2 は、実力のあるクラブが非常に多くて、戦国時代に突入すると、そう、戦国 J2 がね、やってくると予想している人も多かったと思うんですが、ここに来て、まさに群雄割拠の戦国 J2、大混戦模様を呈してきましたね。第14節終了時点での順位表を見てみると、このようになってまして、はい、首位横浜 FC、2位仙台が共に敗れる結果となり、上位との差がさらに縮まりました。5位山形から13位町田までの勝ち点はわずかに3。この勝ち点3差に9チームもひしめき合う。いやー大混戦。数試合で順位表が大きく入れ替わり、どこが抜け出すのか、本当に予測不可能なリーグになってきましたね。今回はこの大混戦 J2 で順位を上げてきそうなチーム、注目チームを私、にわかサポーターの良平が独断と偏見を持って紹介させていただこうかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずはですね、直近で勢いを増してきたチームを見ていきます。アルビレックス新潟、ベガルタ仙台、ファジアーノ岡山、モンテディオ山形、パンフォーレ甲府。このあたりのチームがね、今非常に勢いがありますね。ちょっとね、この中から何チームかピックアップして紹介していきたいと思います。まず、なんといってもアルビレックス新潟。ここ7戦は5勝2分け。順位もついに自動昇格圏内の2位に浮上しました。新潟はキャンプでチーム関係者に多数のコロナ陽性者が出てしまい、満足にコンディションを整えられず開幕を迎えてしまった影響か、序盤戦はね、開幕から4戦勝ちがなく苦しい滑り出しとなりました。しかしながら開幕当初から非常に内容の良いサッカーをしており、あとは決め切るだけというような状況でしたから、後半戦になるにつれて上がってきそうかなと、まあ個人的にはね、思っていましたが、まさにその通りの展開になりました。アルベックス新潟は今シーズンアルベルト監督から松橋監督へ監督が交代。アルベルト監督は結構ね、固定メンバーで戦う試合が多かった印象ですが、松橋監督はこの連戦ではメンバーをうまく入れ替えながらも内容も結果もついてくる素晴らしい成果を上げていますね。いや特にね懸念だったボランチの高選手、島田選手の不動のコンビをどうターンオーバーさせるかが、まあ、直近のね課題ではありましたが、秋山選手を起用することでうまく乗り切れてる感じがしますね。前線のメンバーも水戸選手、松田選手、伊藤選手、一平選手などうまくね、入れ替えながら戦えていますね。まあ、特にね、甲選手休ませられたのがね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。新潟は今シーズンホームで非常に強さを見せており、ホーム7戦で6勝1分けと圧倒的な強さを見せています。いや、 やはりね、新潟は昔からサポーターの熱量がすごいですからね。観客動員数は J2 では圧倒的な1位。昨シーズンのコロナ禍の中でも平均1万人を超える動員に加え、アウェイにも詰めかけるサポーターが非常に多いのが、いや新潟のサポーターですよね。このサポーターこそアルビレックス新潟の一番の強みかもしれません。いや本当にねアウェイで、あの新潟がねアウェイに行くと、いやなんかホームチームよりサポーター多いんじゃないかっていうね、あれここ新潟だっけなみたいなことが起きてるんで、まあ、非常に選手はね心強いでしょうね。はい、続いてはモンテディオ山形。山形もね今非常に勢いに乗ってるチームですよね。直近の試合を5勝1分けの成績で一気に順位を上げてきました。今季途中加入のデラトーレ選手、チアゴアウベス選手が稼働してからの強さはやっさまじいものがありますね。デラトーレ選手はすでに加入後4ゴール、チアゴアウベス選手も2ゴールの活躍。やはり攻撃陣が豪華で、得点ランク2位の7ゴールを上げている藤本義樹選手に、ゴールこそ少ないもののスーパープレイを連発してくれている新10番の山田浩太選手。昨シーズンの山形もシーズンの途中から勢いに乗り、連勝街道を突き進みました。東
気がついたら山形が上位にいるっていうのは、まあね、もはや J2 の風物詩になりつつあるかもしれません。昨シーズンはやはり交代カードの少なさが終盤の失速につながってしまったという指摘が、まあね、結構ありましたが、今シーズンは選手層も厚くなってきており、ボランチでも小西選手が躍動し始め、サイドバックも河合選手が台頭したりと、どんどんいい選手が出てきていますから、今季もね、終盤にかけて調子が落ちずにね、行くんじゃないでしょうかね。次節は上位対決で大分トリニータとホームで激突。連戦の最終戦の強敵大分に勝つことができれば、いよいよ手がつけられなくなるというような印象ですね。はい、続いて紹介したいのがヴァンフォーレ甲府。甲府も勢いがありますね。直近5試合は4勝1敗。吉田達磨監督の志向するサッカーが徐々に浸透し、試合内容がね、まあ非常にいいんですよね。最終ラインからしっかりとビルドアップをして、選手が流動的に動き、攻撃がしっかり組織化されています。それでいて守備もね、前線へアグレッシブにプレスをかけて、試合を支配するサッカーをしていますから、いや本当にね、見ていて楽しいサッカーをしていますね。開幕前は昨シーズンまで指揮を取っていた伊藤監督が引き抜かれてしまい、主力だった泉沢選手、メンデス選手も退団ということで、まあ、にわかサポーターの僕は甲府厳しいんじゃないかなと思っていたんですが、いやまあ全然そんなことなかったですね。甲府の選手たちも技術が高くて、ディフェンスラインからズバッと草薙のパスが中盤にバンバンと入りますし、それを中盤から前線の選手がダイレクトで叩いたり、その技術も高い。一人の選手がスペースに飛び出し、空いたスペースにも味方が入り込み、パスがうまく繋がっていく。流動的で本当にいいサッカーをしているので、まあ甲府のサッカーね、ぜひ見てほしいですね。いや個人的にはね、甲府かなり上位に食い込んでくるんじゃないかなと予想しております。本当にね、勢いがあって楽しみなチームです。はい、ここまでね、好調なチームを紹介してきましたが、まあ、対してね、ここ最近元気がないチームは、横浜 FC、東京ヴェルディ、町田ゼルビア。まずはね、横浜 FC ですね。直近5試合を1勝3分け1敗。ここ3試合引き分け続きで、勢いに陰りが見え始めてからの、今節はついに今シーズン初黒星。特に前節は3点リードを追いつかれての、ドローはね、ちょっと心配ですね。今節も熊本にシュート22本を浴びせられるなど、主力をターンオーバーした影響からか、思うように自分たちのサッカーをさせてもらえませんでした。まあなんとなく個人的な印象ですけれども、まあ徐々にね、各チーム横浜FC対策を進めていっているのかなという感じがしますね。栃木 SC なんかもね、まさに対策してきたという戦術でしたしね。開幕スタートダッシュに成功し、独走体制に入りながらも、徐々に勝てなくなっていくという状態は、いやなんだかね、昨シーズンの新潟をね、思い出してしまい、いや、まあね、横浜 FC サポーターも嫌なイメージがあるんじゃないでしょうかね。やはり魔境と言われる J2 は、一筋縄ではいきませんね。まあただ、42試合という長いリーグ戦、無敗で行くチームなんてありません。この敗戦を良いきっかけにして立て直すことが横浜 FC はできると思いますし、それができる選手層、監督の力もあると思います。次節、アウェー秋田戦、気持ちを切り替えて連戦の最後、勝利へ締めくくりたいですね。そして最近元気がなかったのは東京ヴェルディ。前節まで4試合勝ちなしと、開幕からの好調に陰りが見え始めたかに見えました。堀監督がコロナ陽性判定で指揮を取ることができない時期と重なってしまったのも、まああるかもしれませんね。最近は複数失点を重ねてしまい、なかなか勝ち点を積み上げることができませんでした。いや、しかしながらね、今節、ホーム仙台戦は素晴らしい出来でしたね。荒井瑞希選手が躍動し、アンカーで出場した加藤光健選手もね、非常に良かったですよね。荒井選手はね、周りを生かすのがね、上手くなりましたね。相変わらずセンターバックの谷口選手、馬場選手もビルドアップがね、非常に上手いですし、佐藤涼河選手もさすがの決定力。若い力がどんどん出てきて、選手層もね、熱くなってきましたね。いや、個人的には小池選手の今季初ゴールが早く見たいです。いや、この試合ね、仙台戦、堀監督も復帰したということで、
まあ、その効果もね、あったかもしれないですね。まあ、強敵仙台のコンパクトな守備に、まあ、もっとね、苦しむかと思ったんですが、東京ヴェルディのね、パスワークがそれを上回りましたね。事実はアウェーで2位につける新潟とのゲーム。今の実力が本物かどうか、試金石となるゲームとなりそうです。ちなみになんですけれども、まあ、ヴェルディはね、高木兄弟、俊幸選手だったり、大輔選手にそれぞれゴールを許してますから、アルビレックス新潟の高木兄弟の次男、吉明選手に、まあね、ゴールを奪われないようにしたいですね。はい、ここまでね、いくつかチームを紹介させていただきましたが、では、最後に、この大混戦の昇格レース、一体どこが抜け出すのか、これを予想していきたいと思います。この混戦から抜け出すチームは、わかりません正直わかりません。私、にわかサポーターではね、ちょっと予測ができないですね。どこのチームも強いんですもん、今年の J2。いや、ほんとね、予測不能で、どのチームが出てきても不思議じゃないですよね。まあ、しばらくこの混戦模様が続き、リーグ後半に勢いを持って継続できるチームが昇格するとは思います。昨年の岩田や京都のようにですね。いや、このね、ハラハラドキドキの戦国 J2、大混戦を楽しみながら、この行く末を注視していきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。